皆さん、また来ました。井原選手です。ライブじゃないでしょ。ライブじゃないよ。今、西武園の道場に来てます。グランプリ前の井原選手。今日もね、今日の来ましたよ。今日来て、なんで来てるかというと、前回のね、宿口くんのサインとね、隣に、最後、大将のサインがね、ここに刻まれるのをちょっと、お願いします。いいですか。ね、ちょっと大将のサインが。これどこに書いたらいいですか。まあ、その大きい大きいところに。これ、こう表紙でいいですか。ん？表紙。表紙じゃない表紙じゃない、自分のところにできれば。ちょっとお願いしていいですか。ここに書いてあるんですか。それも面白いけどな。やだけどね、最後ここにあったんだけど。書いたのじゃん。いや、それはもうちょっとちゃうやん。コピーでも。え？やっぱ物本をいかんと。コピーじゃん。あ、いいっすね。ありがとうございます。いいですか。はい、もう一つもいいっすか。ちょっとは、ね。やっぱ同期のね、ためにこう。とさ。前回の、ウッチーの、あれ、どのぐらいいたかな。9月か。2ヶ月経っとるやん。まだ暑い時期でしたもんね。そう味しめてね。味しめて再生回数取るとお願いしますよ。ドッキリ企画とかもいいんじゃない。なんかドッキリ企画、いやだから俺は同期の長尾博之を撮ってもらいたいです。あー、そうかそれいいかもしれない。めちゃめちゃ面白いですから。けど長尾同期にさ、ドッキリしたらさ、あれじゃない、ほんまに切れそうだね。今日の場合だから面白いじゃないですか。あ、そうか。ありがとう、皆さんサインをね、いただきました。同級生ですか、森谷さん。一個上でしょ。俺も長尾って言ってますけど。まあまあ、同期は一緒よ。同期の友達みたいなもんすよ。確かに。これさ、プレゼント企画にしようと思うんだけど、ツイッターぐらいがいいかね。どう。いやー、手広くやってますからね。森谷さんはね。とりあえず、ツイッターに応募方法は、載すっていうことをしておこうか。せっかくだけどさ、グランプリに意気込みじゃないけど、なんかちょっともらえたら嬉しいかなみたいな。意気込み。6番さんだろ。そうです。おお、見ねえよな、なかなか。色的には好きなんですけどね。あ、グリーン好きなんだよ。いや、緑好きですね。なんで。いや、なんか好きですよ、もともと。ラッキーカラーにしていくじゃん、来年の。ラッキーカラーみたいなもんですよ。その、SSM だって10年間だろ ?SS? うん、10年連続だったっけ。10年と、そうっすね。そのプレッシャーも半端ねえだろうね、やっぱ。そろそろ、これで積もってさ。積もった方がプレッシャーすごいでしょ。あ、そっか、来年1番車だけ。いや、分からん。あ、けど1番のさ、ラッキーから白だ。それは和田さんに聞いて、そのインタビューは。毎回、コメント5番が来てさ。和田はやっぱちょっと、和田くんはちょっとやっぱあれだけ、サイヤ人だけどさ。サイヤ人。そう。怖いじゃん。ベジータ系だから、ね。ベジータ系だけ、誇り高き選手。いや、最近優しいっすよ。マジ？あ、ちょっと色々学んだから。お疲れちゃん。お、いい顔してる。最近優しいっすよ。最近、この間一緒に、競輪祭連携しましたからね。あ、そうじゃん。同期3人で。あれすごかった、五十嵐さんが一人はぐれて。はぐれたけど、まあ見事決まってよかったんですけどね。あれなんか話あったそれ。いや、俺が行った時にはもう2人締めさろった。番組見てて、朝向こう何回だもんね。よろしくって和田さんに言われて、同じ番組なのかって言って、定期に和田さんいいんだと思ったんですよ。後ろかいと思って。初めて。え、初めて和田さん。あ、ありました。前あったっけ。あ、そうか。まさかね。3回目だったんです。あー、そうか。同期で3人だもんな。なかなかねえわな、今年になって。あ、そうか。特別競輪に出て、出てることもまだあまずね。あ、そうか。大変だし。確かに。ましてや。3人一緒になるっていうな。3人一緒にラインで走るって、気持ちあるかもしれないですけど。結構なんかレアだなって、すごいなんか、あ、そうやな。いい経験したなと思いました。ああ、確かに。ほんまやな。いいでしょ。俺と森谷さんの会話もう飽きられてますから、もういいですよ、もう。いいや。誰か挟んでから。挟んで。まあ、宿用のドッキリぐらい行こうよ、ほんま。
やるようにドッキリ。ちょっと面白くない。ナイス。まだまだ。違う人行きましょうよ。そうかそうか。和田さんが一番面白いじゃないですか。和田？はい。怒りそう。和田もな。真剣に怒りそうだから面白いじゃない。ほんまに怒りそうやもんな。ほんまに本当に怒りそうだから面白いですよね。けど和田はな、千葉のためになったら罰になるけどな。そっち。まあ役員してますからね。あ、役員しとんだよ。俺だって副支部長とかでしょ。え、嘘じゃん。え、そうじゃないですか。あ、そうなんだよ。え、副支部長じゃないか、ないか、そういうやつじゃないですか。あ、そういうやつなのかな。はい。へえ。あ、そっかそっか。怒れないですよ。怒れんかな、それは。じゃけんちょっとあれなんだ、はい、シャッとしてきたんだよ。シャッとしてきますね。あ自分の感情だけじゃない。あ、なるほどな。押し殺してこっちは。押し殺してやってんですよ。大人になったんですよ、ばあさんも。なるほどな。狂犬じゃないんですよ。狂犬じゃねえんか。狂犬じゃないんですよ。ギラギラしちゃったけどな、学校の時から。はい、なるほど。じゃあまあちょっとグランプリ、あの、何ですか、30日か。はい、今日でそれまでにさ出さんだけどもう帰って鬼編集じゃな。明日から僕西武園なんだけどせっかくだけど、ね、絶対間に合わなくないですか。え、あ、かもしれないな。帰ってね、まあ、あんまりこれも流しんのパッとな。せっかくだけファミレス行って、そう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 、ファミレス、ファミレス行かんの。そうやな、ちゃんと行ってショートで出すしかないんじゃない。ショートで出す、こんな全然長くないじゃないですか。だから引っ張って引っ張って今10分そう、あの、ね、いかんと、あの、あれだなんけんな、あの、なんかな、ね、広告収入入らんけんか。広告収入考えてない。考えてないから。いやいやいや。いやいや、で、まあ、まあ、言ったら収入入ってねえんじゃない、そんなに。広告収入って、俺らの。まあ、そのぐらいじゃね。そう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 。続けなきゃダメっすよね。やっぱ、そっか。だから、2、3万回再生ぐらいの。あ、どん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 な。ポンポンこう、定期的に出さないと、やっぱ。あの、東京の。難しいですよね。うん。東京の先輩結構出しとるじゃないですか。OB のな、エピソード、そうそう、ジャーニーな。だから、川本さんぐらい、ガンガン。やらんといけんってこと？うん、やんないと。まあ、俺も隙間を縫ってな、やっていくけん。隙間だらけじゃないですか、もう、本当に。まあ、また、やるよ。イラハラと走れるように。そう、覚えてねえやろ、入ってきたの。いつぐらいか、そう。俺、あれなんですよ。レースなかなか。脳みそが小さいから。いや、俺も忘れるんよ。けど忘れるけど、さすがにお前と走ったの覚えてるんよ。そうなんですか。そう、マツケン持ったよ。全然、これ覚えてないっすね。覚えてねえか。そう、3人な、どうですか。記憶のキャパがマジで少ないですね。ああ。自分が勝ち負けとかってやつも忘れちゃいますもんね。何が一番だと。じゃあ、なんか一番。印象があるレースじゃないと、覚えてないです。特別決勝、あれじゃない、取ったって。特別決勝乗っただけぐらいだと、あれ何やったっけなってなっちゃいますね。ああ、そうなんだ。全然覚えてないこと。ダメなレースとか。だからそういう方を覚えてます。あ、そっちの方覚えてるんだ。永遠レースより、ダメなレース。だったな、みたいなやつは、永遠に胸に刻まれてることが多いです。けど、レースも常に見とるもんな。携帯でさ、人のレースもさ。いや、それは、まあ。すげえ。データで。まあまあまあ。仲間データというか、まあ、大体自分の練習仲間とか。ああ、あれがすげえわ。あれがすげえ豆だと思ったわ。豆じゃなくて当たり前ですわ、そんなの。おお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 おカメラ用じゃねえな、これ。言おうたやん、前も。なんか、いろんなさ、すげえ選手とかでもさ、なんかマイナスポイントあるけどさ、マイナスポイントがねえ選手おらんかなったら、まずお前の名前が、そう、ま、悪いところが見つからんっていう選手は、そう、お前と、そう、長くすんなって。え？お前って誰？山崎さん。あ、うん、どう？滝さん、滝さん。そうそうそう、が、二人が上がった。そうなんですかね。うん、悪いところが、うん。そう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 。どうなんですかね。あんま人の、悪口とか言わないからじゃないですか。あとさ、レースに対するあれとかさ、とか全部だね。ああ、まあ、そうですね。山崎さんは似てるかもしれないですね。そう。だからそういう人が取るんだろう、と、やっぱ取っていくんだろうな、みたいなさ。わからんすけど、まあ、好きなんじゃないですか。まあまあ。森屋さんの。そうやな。これと一緒で。まあな。まあまあ、グランプリちょっと、じゃあ、最後ちょっと意気込みを。いい？いや、もう頑張りますよ。頑張って。以上です。ちょっと、そうやな。6番車で。ああ俺も、あの、お前が取っ6番で取ったら、来年のカラーは緑にするわ。今の俺の乗ってるフレーム緑だ。ヒルタの緑。人からもらったやつ。そう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 。なんで、また、ちょっと、取ったらまたじゃあよろしく。そうですね。取ったらまあ、平塚でね、うん、あの、そうやな。シャンパンバイトしてみたいですね。あ、そうやな。取ったら俺、あの、平塚で待っとくけ。出口で。いい。取ったらいいんじゃない？どう？これ終わったら速攻で岡山帰ってください。わかりました。岡山の選手の皆さん、早く引き取ってください。埼玉いるんで、お願いします。オッケー、じゃあありがとう。まあまた、いい報告待ってます。じゃあ、ありがとう。じゃあね。